住友不動産は日本の総人口減少という本質的な課題にも備えて、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は住友不動産株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、住友不動産ですけれども、はい、純利益でですね、10期連続で最高益を更新しているということです。はい、そして今期24年度第一四半期が終了した時点で、すでにですね、計画の進捗率 25% を上回る 32.5% で推移しているということで、はい、住友不動産はですね、11期連続最高益更新に好発進しているということです。はい、なおですね、住友不動産最大の強さっていうのは何といってもですね、売却より保有ということで、基本的にですね、自分たちが開発した商業ビルっていうのは売らずに持ち続けるということです。これが一番強いということですね。はい、というのはですね、会社全体利益のうち、約3分の2が賃貸収益ということで、分譲マンションの方は結構作って売るということをやってるわけですけど、商業用のオフィスビルに関してはですね、基本開発したものは持ち続けて、ずっと賃貸収益を得続けるというのが、住友不動産の収益構造になっているということです。はい、なので、利益率の方もですね、高いということで、不動産賃貸ですね、このビル賃貸に関してはですね、35% から今利益率が 39.2 ということで、収益の約4割は利益という形で残っているということです。はい、ではですね、住友不動産今後はということなんですけど、はい、先にですね、考えられる3大リスクの方から確認しておきたいと思います。はい、すなわちですね、空室率のリスク、それから供給が過剰になるリスクですね、そして金利上昇のリスクということです。はい、で最初にですね、まず空室率の方なんですけど、はい、空室率は基準 5% という形にした時に、都心5区全体ですね、市場マーケットの方はですね、今 6.4% ということでですね、5% を超えているということです。はい、だから全体的には供給過剰ということですね。はい、なので、住友不動産の方もですね、6% ということで、5% を超えた空室率になっているということです。はい、そしてですね、次は供給増ということなんですけれども、はい、住友不動産1社だけでもですね、今期ですね、23年4年5年の今期でプラス19万坪で、来期ですね、26年27年28年の3年でプラス52万坪を計画しているということで、今空室率 6% 超えてるんですけど、さらにどんどんですね、供給が増えるという状況になっているということです。はい、さらにですね、金利上昇ということなんですけど、はい、日本の金利も上昇傾向にありますということで、金利が 0.25 がですね、今 0.65 ということで 0.4 上がった状態ということになっています。はい、でなんで金利上昇が不動産会社にとってリスクなのかっていうことなんですけど、一つは単純にですね、金利が上がるってことは現預金の価値が上がるってことなので、相対的にですね、物の価値が下がるというのが一つです。はい、でもう一つはやっぱり不動産っていうのは非常に大きな買い物なので、基本的には現金一括っていう場合は極めて稀で、借り入れを利用するっていう場合がほとんどなわけですよね。そうすると結局借り入れを利用するってことになると、銀行からの資金調達の時に金利っていうのが発生するということになるわけですけれども、今までだったら金利がですね、0.25 で資金調達することができていたのに、今だったら 0.65 で資金調達するということになりますから、単純にですね、不動産をこれからですね、持ち続けるって言った時に得ることができる利回りから金利を引いたその差ですよね。利回りマイナス金利
の差っていうのが小さくなるということで、まあ、不動産の価値が下がるということです。はい、だからまあ金利の上昇っていうのは基本的には不動産投資にとってはまあネガティブということですね。はい、なのでまあ空室率ですね、まあ、それから供給が増える、そして金利が上昇ということで、まあ、住友不動産のまあ外部環境っていうのはまあ短期的にはこれは厳しいというふうに見えるということです。はい、ただしですね、まあ、住友不動産の経営陣はまあ依然としてですね、まあ、市況はポジティブというふうに解釈しているということです。はい、オフィスビル事業は長期運用して賃料による収益を得る事業であり、新築ビルは無用な値引きをせずとも順調に入っていただいており、大きな心配はしていません。また既存ビルは借り増しニーズですね、だからもう既存の顧客がですね、まあ、もっと広い面積を借りるということで、まあ、借り増しニーズが増えている傾向もあり、市況はポジティブだと捉えてますということで、はい、結構強気ということですね。はい、でなんで強気でいられるのかっていうことなんですけど、まあ、主な理由としてはまあ3つ考えられるということで、一つは住友不動産の過去の実績ですね。はい、それから人口動態、そして住友不動産が持っているまあ保有地域ですね、ビルの保有地域、まあ、この3つがですね、まあ、強気を支えているというふうに考えられます。はい、で最初にということで、まず過去の実績なんですけれども、はい、まあ、住友不動産はですね、まあ、1990年代ですね、だからバブル崩壊以降も結局ですね、まあ、ずっと一貫して所有面積っていうのを増やし続けてきているということです。はい、だからまあ不動産っていうのは、まあ、アベノミクス以降っていうのは結構ですね追い風が吹いてるわけですけど、アベノミクス以前の、まあ、バブル崩壊以降の、まあ、1997年ぐらいからですね、まあ、ずっと一貫して、まあ、住友不動産はですね、まあ、ビルの、まあ、賃貸のですね、賃貸することができる所有面積っていうのを増やし続けてきた企業ということです。はい、まさにですね、まあ、ローンより証拠ということで、まあ、それがですね、まあ、正しかったっていうことは、まあ、純利益がずっと増え続けてるっていうことで、まあ、経営陣としてもですね、まあ、実績が十分だということです。はい、で次にということで、今度はまあ人口動態ということなんですけど、東京全体っていう形で見るとこれは人口減ってるんですよね。はい、特にまあ西部はかなり厳しいということです。はい、ただまあ山手線周辺もしくは山手線内側ということになると、まあ人口増えてるということで、まあ、例えば東京最大の繁華街新宿なんかはまあ1ヶ月で400人とか人口が増えてるということなんですよね。はい、そしてまあ過去の実績、人口動態、そしてまあ住友不動産が持ってるまあ不動産の保有地域ということを考えたときに、まあ、住友はですね、まあ、持ってる不動産の、まあ、5割が港区と新宿ということですね。まあ、港区が 28% ですね。そして新宿が 19% ということで、まあ、人口が増えていて、なおかつまあ経済的に豊かな層が住んでいる富裕層の割合が多い、まあ、港区と新宿にまあ物件の5割が集中しているということです。はい、なので、まあ、過去の実績、人口動態、そして持っている保有地域からしてですね、今年23年に竣工した、はい、まあ、例えば港区のですね、まあ、6万坪のビルとか、もしくはですね、まあ、新宿区の、まあ、4万坪のビルっていうのはこれからガンガン稼ぎ始めるというふうに考えているということですね。はい、しかもですね、まあ、住友不動産は、まあ、日本の総人口減少という、まあ、長期本質的な課題にも備えて、はい、インド進出しているということですね。はい、だから短期的にはですね、まあ、例えば空室率のリスクとか金利のリスクとかっていうのがあるわけです。はい、で長期で言うと、まあ、日本の総人口減少という、まあ、リスク、まあ、ですね、まあ、一番大きな一番構造的なリスクっていうのがあるわけですけど、はい、このリスクに備えてですね、まあ、インド進出をしているということです。はい、すなわちですね、まあ、インドで2軒目のオフィスビル用地取得ということで、インドでビル事業を本格展開ですね。はい、まあ、インドで持ってる2軒合計でですね、まあ、26万平方メートル規模を開発するということです。はい、で、まあ、住友不動産はですね、まあ、なぜ米国とか中国ではなくてインドに力を入れるのかということなんですけど、はい、まあ、言うまでもなくですね、やっぱり人口というのが一番大きいということですよね。日本の最大のリスクっていうのは人口なわけですよ。人口総減少ということであれば、総人口が
減少ということであれば、まあ、常識的に考えて市場マーケットは縮小していく方が当たり前ということですよね。だったら日本最大のリスクである人口というのをですね、まあ、逆にですね、まあ、インドで追い風にしようとしているということですね。はい、そして、まあ、外資規制がインドにはないということですよね。まあ、結局インドにとって日本企業というのは外資ということになるわけですけど、インドにはこの外資規制というのがないということですよね。だから国によっては例えば、まあ、日本企業なんだけどその国のですね、まあ、会社を作るということであれば、まあ、合弁じゃないと会社が作れないとかですね、はい、だから現地企業との合弁じゃないと子会社が作れないとかですね、まあ、日本企業は持ち株のですね、まあ、49.9 しか持てない、 50.1 は相手が持たないといけない、現地企業が持たないといけないとか、まあ、そういういろんな外資規制っていうのがあるわけですけど、インドにはないということですよね。まあ、つまり住友不動産が 100% で、まあ、子会社を持つことができるということです。はい、であればですね、まあ、住友不動産の、まあ、インド進出っていうのは超合理的ということですよね。まあ、人口これから伸びるって分かっている国だであるということと、まあ、もう一つは自分たちがやりたい経営っていうのができるということですよね。だからまあ東京で展開している、まあ、最上級のですね、まあ、品質のビルっていうのを、まあ、ある意味日本からインドに輸出していくというかっこいいことができるということです。はい、なので、まあ、住友不動産はですね、まあ、これまではですねやっぱり日本に、まあですね、まあ、当たり前ですけどどんどんまあ投資っていうのを再投資してましたということで、まあ、今までですね、まあ、帳簿上では累計5兆円を投資してきているということですよね。はい、ただこれからはですねやっぱりインドにも投資っていうのを重点的にやっていくということで、今まで日本に累計5兆円投資してるわけですけど、まあ、これからはまあ今まで日本に投資した5兆円の 10%、 5000億をですね、まあ、投資する計画でですね、まあ、経営が進んでいるということです。はい、だからですね、まあ、日本の総人口減少問題にもですね、まあ、住友不動産は備え万全ということですよ。毎年毎年日本は人口が減り続けるわけですよ。でも毎年毎年人口が増え続けるインドにもですね、まあ、不動産を展開するということであれば、まあ、備え万全ということですね。はい、よって、まあ、住友不動産をまとめていくと、はい、まず脅威としてはですね、まず空室率のリスクですね。市場全体が 6% 超えてる、住友不動産も 6% ということで、まず空室リスクがありますということですよね。はい、で供給過剰のリスクがありますと、で金利上昇のリスクがありますと、で長期的には日本の総人口減少というリスクがありますということですよね。まあ、これは住友不動産にも当然あるということです。はい、対してまあ強みとしては住友不動産はやっぱり長期保有での賃貸中心なので、市場マーケットのですね短期的な動きっていうのの影響をあまり受けないということですよね。もうこれは売却益中心ってことになると、市場マーケットの状況次第で、まあ、高くで売れるとか売りやすいとかですね、まあ、そういったので収益っていうのはかなりこうばらつく可能性があるわけですけど、住友不動産の場合はですね持ってるんですよね。だから毎月毎月ですね家賃収入っていうのを得るっていうのが収益の、まあ、中心、まあ、しかも利益の約3分の2ということになってるので、まあ、すごく安定してるんですよね。だからこそ、まあ、10期連続で最高益を更新しているということです。はい、そして機会チャンスとしては、まあ、港区新宿区ですね、まあ、この2区に関しては人口増加傾向ですということですね。プラス、まあ、インドの経済発展っていうのを企業としてですね、まあ、追い風にしようとしているということで、はい、なので、まあ、住友不動産はですね今後も着実堅実に利益成長し続けるというふうに今回分析しています。はい、であればですね、まあ、住友不動産利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけど、はい、2.5 兆円になるということですね。はい、では株式市場の評価である住友不動産の時価総額はいくらで評価されているかということですが、はい、1.7 兆円で評価されてますということですね。はい、すなわち企業価値 2.5 兆円に対して時価総額は 1.7 兆円なので、はい、割安ということです。価値に比べて時価が安いということですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、住友不動産今後のですね株価は3566円が5268円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回は住友不動産株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は上がるというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを4点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、
株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、価値の高い動画講義をですね、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。4点目、安全性を高める6つの投資先。資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう